はい、というわけでどうもマルトラです。今回は寝起きなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次のワンピース大特集祭の全貌が公開されたので見ていこうかなと思うんですけども、こちらというわけで、祝リリース2000日ワンピース特集祭語り継がれる伝説というわけで明日から始まりますね。この麦わらの一味集結してるこの、なかなかかっこいいですね。はい、まあ2週間ぐらいかな、楽しんでいくんですけども、あらすじ的にはなんかこいつらはやってるらしいです。はい、でもってワンピース1話読もうというわけで、読んだらメモリアルログチケットがもらえるというわけで、これはジャンプラかなんかの連動のやつですね。はい、なんかガチャチケがもらえるんで、まあぜひにもらっていきましょうと。はい、ほんでそのガチャチケなんやっていうのはこれでして、星5が出たらワンピースのキャラが確定という、ガチャになってます。ほんで今回の新ヒーローのキャロットも含まれているというわけで、限定キャラは出ないんですけども、最新のヒーロー含まれてるんで、キャロットが出たら勝ちなんですけども、まあ、ワンピースの星5は限定抜いてもめっちゃ多いんで、その中でキャロット犬くんはちょっと難しいと思うんですけども、まあ運に任せていきましょうという感じやね。はい、読んでもって、ログインボーナスでまたなんかガチャチケとかなんかルビーがもらえるらしいです。はい、でもって語り継ぐ伝説というわけで、これは集会イベントですね。なんかバカクソ集会しまくってメリーゴーのエンブレムとかなんか玉とかいろいろもらいましょうという感じになってます。はい、ほんで今回のレジェンド、新レジェンド世界会議というわけで、これまだ性能わかんないんですけども、おそらくめっちゃ強いと思う。最近のレジェンドめっちゃ強いんで、まあ、性能には期待できるんじゃないかなと思いますね。はい、でなんかサニーゴーのエンブレム、このメリーゴーとサニーゴーのエンブレムかっけえな、かっこかわいいですねこれは。はい、なんでもって宴の準備というわけで、これは1日1回挑戦できるやつですね。ルビーとさっきのガチャチケがもらえますわ。はい、1日1回頑張っていきましょうと。はい、なんでもって正義を掲げる者たちというわけで、これも集会イベントかな。バカクソ集会しまくってドンクリークゲットしましょうと、ウンマックス目指しましょうという感じになってますね。はい、でもって、このカタツムリのエンブレムももらえる。このカタツムリのエンブレムも可愛いね。はい、まあぜひにやな。はい、ほんでもって敵キャラ剣豪ジュラキールミホークというわけで、究極級と剣豪級、あ、超究極なんとか作品級じゃないんか、なるほど。まあこの超究極クリアしたら剣豪エンブレム、このエンブレムかっこええな。これはどうなんですかね、難易度的には。最近の超究極もまあまあ優しめなんですけども、まあぜひに頑張っていきましょうという感じやな。ほんでもってリミテッドバトル、はい、リミテッドバトルはもうアホほど簡単なんで、はい、心配する必要はありませんわ。はい、帽子と正義、この正義もなんかつける人多そうですね。正義掲げて決闘、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい、ほんで、特集祭ミッションというわけで、悪魔の実のエンブレムゲットというわけで、過去のイベントキャラクターをウンマックスにしたら、そのキャラの実のエンブレムがもらえるらしいです。はい。ロー、ルフィ、黒ひげ、この3人かな。まあ、前々からやってる人は、もう始まった瞬間にもらえるんですけど、まあ、最近始めた方は頑張ってほしい。ただこの3人クソほど簡単なんで、余裕でウマックスはできるんじゃないかなと。あれもう一人誰や、あ、ちょっと話すすったんですけども、バギーか、バギーも多分いると思うんですけども、ここにはなぜかいない。はい、ぜひに頑張っていきましょうと。はい、ほんでもって、決闘キャラボーナスというわけで、忖度、今回のワンピース忖度は実施しませんというわけで、まあね、前やりましたからね。はい、まあいいんじゃないかな。ほんでもってウンマックスミッションと、おガチャ、おガチャとなっておりますわ。はい、通行って新キャラの性能を見ていくんですけども、今回新キャラ3人ですね。限定ゾロ、限定青生地、そしてもってキャロットというわけで、見ていくんですけども、まずはキャロットから見ていきましょうかね。お茶飲む、お茶ぶち込んでいきまして、黄色属性の攻撃タイプというわけで、 HP15,500 攻撃2627、まあステータスは高いですね。で必殺敵単体に 400% ダメージで
対象が感電の場合 70% のキラー、次のターン終了時まで敵全体2万5000感電500の追加、1ターン終了時 HP3500 回復、血統損得3万というわけで、まあ472万5000感電というわけで、まあイベントでは、まあ、使えるんじゃないかな。 HP 回復を持ってるんで、はい、で友情、青い子必殺に変換、緑7個破壊、2ターン黄色の必殺ダメ 23% アップ、1ターン敵全体 10% 弱体化というわけで、まあこれは今年から登場しているやつですね。これよく僕イベントで使ってますわ。はい、ほんで特性が、弱体化2ターン短縮、攻撃必殺 10% アップ、1から4ターン目マルチチェーン、黄色から緑青、緑青から黄色、呼んでもって3、4ターン目邪魔プチすべて黄色に変換、3、4ターン目必殺0個の時タップ数プラス1というわけで、ダブルタップキャラクターですね。なるほど。まあまあまあ、あのヒーローキャラなんで決闘では使えないんですけども、あのガチパとしては、ただなんかネタパとしては、まあ、せっかく、まあ、どうせ引くんで、あの使ってみたらちょっと面白いかもしてませんね。はい、まああのマルチチェインっていうのも、あのターン指定あるもののめっちゃ盤面つながるんで、実質あの属性が3属性になっとるんで、なかなか盤面的なつなげやすいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、つうこって、限定見ていくんですけども、今回の限定振ったりともやっぱりですね、見ていくんですけど、まずは、クザンというわけで青属性の特集、 HP 17800、 攻撃2620というわけで、なんかこのゲームはグラサンかけてるやつ強いんですかね。はい、ほんで必殺が、敵単体に 560% ダメージで攻撃ロックアップ、数値の高いやつ解除、2ターン敵全体4万氷結で、8000追加、血統損得2万、2ターン、自身が攻撃受けた時、ダメ減3000、血統損得5万、1ターン全てのハートプチが 100% の確率で敵全体に4000ダメ与える青トゲプチとして出現というわけで、ゴミほど列勝となりました。ゴミほど列勝ダメゲンというキャラクターになりましたね。これ強いで、これ強い、これめちゃめちゃ強いと思うわ。僕は状態異常大好きなんで、このクザンちょっと愛用したいですね。4万氷結2万追加か、ほんであの火ダメゲン5万というわけで、まあマニア向けですね。ものすごい、コアなファンに向けての性能ですわ。万人受けは絶対にしないし、あの環境トップ取れるかって言われたら絶対そうじゃないんですけども、まあかなりファンがいるんでね、状態異常は。氷結もかなりニッチなんで、これは食いつく人かなり多いんじゃないかなと思いますわ。で友情、 HP18000 回復、血統損得22万、緑黄色すべて虹に変換、3ターン緑黄色出現なし、3ターンすべての青が 80% の確率で、2000ダメ与える青トゲプチとして出現というわけで、そうですか、あ緑黄色ね、緑黄色虹で緑黄色出現なしというわけで、はぁ、新しく登場した2属性出現なしか。なるほど。で青が 80% の確率で2000トゲプチ変換というわけで、ほうほうほう、なるほどなるほど。まあ、このクザンと、ボルト&ナルトを組み合わせたら青しか振ってこない盤面が完成されますね。でその青が、2000ダメ与えるトゲプチとしてなんかほぼほぼ出現するっていう、だからゾロ3時、あの2人を使った時みたいな盤面になりますね。なるほど。青で新たに、できるパターンのやつですね。一色プチが。なるほどね。これはそうですね、このクザンはかなり、マニア向けかな、友情も。そうですかいね。うん。で、特性。
高速14個軽減、必殺攻め 30% アップ、毒無効、毒無効、はえー、自身の行動前に2時5個以上ある時に HP3000 回復、血統損得12万、2時10個以上ある時に味方全体が受けるダメージ 30% ガード、血統損得 30%、 2、4、6、8ターン目赤プチすべて、6000ダメの黄色トゲプチに変換、レジェンド召喚したターン青が受けるダメージ5000軽減、血統損得20万、で自身の行動前にランダムでプチを1個必殺に変換、やーばっ、あこいつやーべえぞこいつこいつはやべえのが来たわ、ひっしょいのが来ましたねこいつは。おーまさかの疑似ダブルタップ、嘘やんこいつ、嘘でしょ、状態異常持ちで疑似ダブルタップ持ってんの、嘘こいつ、頭おかしいやんけこれ、なんじゃこの性能、毒無効やめてくれよ何お前状態異常のスーパースターなれんのによ、何その世界で内紛を起こしてくれとんねお前は、なあ共存していこうぜ毒とも、限定忍さん最近強くなったんですよ、共存していこうぜクザンよ、何よお前子さんを潰してくれとんねお前、内紛待ったなしやねんけどこれマジか、毒無効、まあ僕先に性能チラッと見たけども、この毒無効スルーしてな、30% ガード疑似ダブルタップもスルーしてたわ、必殺しか見てへんかったこいつ、特性こんなんな、毒無効はちょっと飽きませんわ、飽きません、これ飽きませんでこいつマジか、ほんでちゃんと回復とダメゲン持ってる、ほんでガード 30% ガードはちょっととまずないか、 30% ガードはまずないねえ、 30% ガード20万ダメゲンか、まあ、2枠目に置いた場合決闘ね、まあ、もしガイ先生が来たとしてもまず有利属性とダメゲンで絶対守れんねん、もうほぼ 100% でジョットが来たとしても不利属性なんですけども 30% ガードと20万ダメゲン貼れるんで、ほんで友情でなんかバフ回とかなんかしたら余裕で耐えれるんで、これきっしょいでこいつ、こいつはきっしょいとなってますわ、はい、ただね欲を言うなら必殺回復がついといてほしかったね、回復ないんで耐久ちょっと心配ではあんねんけど、まあダメゲン貼れるからそこの心配もまあ無意味かな、2枠目じゃなくて3枠目にサイカルとか積んだら回復できるんでね、あららあららですわこいつは、こいつはあららという性能になってます。そうか、僕今回限定ゾロに全振りされてると思ったけどこいつもえぐいな、なんなんこのゲームは、グラサンかけてるやつはそんな強くせなあかんのかい、おいジャンプ地のプランナーさんよ、お前なんやお前グラサンマニアがおるやんけお前プランナーに、どないなっとんねんこれマジで、バカ強いなこいつ、はい、舐めてました、舐めてましたごめんなさいねお次ゾロ見ていくんですけども、ゾロ大本命ですわ、はい、おそらく、ほとんどの、プレイヤーが引きに行くんじゃないかなと思うんですけども、緑の攻撃 HP17900 攻撃2646というわけでまあやばいな、必殺一旦自身の必殺目 10% アップ、敵単体にガードダメゲン貫通 580% ダメージ、敵単体に3万固定、敵単体に青属性2万ダメ、HP3000 回復、血統損得2万というわけで、なんじゃこいつこいつなんじゃおい、さっきの限定クザンで与えられた衝撃がもう何十倍にもなって跳ね返ってきたんですけども、こいつおかしいって、この性能おかしすぎますわ、
はい、うん、やばいね、これやばいわ。先バフ持ってんのもやばいし、ガードダメゲン貫通の580、やっぱトグロ兄弟より30高いか。ほんでトグロ兄弟よりダメージエラほど入るからね、先バフなんで。だからアレンの上位互換と言っていいんじゃないかな。ほんで固定ダメージと、属性ダメージ、そこでもダメージエラ削るし、回復持ってる、しかも2万、トグロ兄弟は1万5000回復なんですよ。圧倒的上位互換が登場してるわ、爆誕しとるわ。これ緑属性最強の火力キャラクターになりました。緑属性最強どころか、これ全キャラ最強ちゃう？この火力、このゾロに植え取れる火力キャラクターおるか、多分おらんで。まあガイ先生、体力タイプ抜いてね、最大 HP ダメージ抜いて、攻撃力のパーセンテージキャラクターの中ではおそらく史上最強ちゃうかな。あんなカイドウとかどうでもええからねあんなカイドウとかいう欠陥性能、あんなもんなんかどうでもええわ。これオーバードライブせんでもガードダメゲン貫通やもん。ほんで先バフ持ってんもん、やべ、緑属性最強ちゃうこいつ、火力やべえわ。もうこれからゾロだらけやで3枠目4枠目ゾロだらけやで、今回これから、うん、もう毎週毎週ゾロだらけ。これはもうものすんごい高校が発射かかって強くなんな、高校取っていかに後からバフ吸収するかという友情でっていうムーブになんな。もうガードダメゲン貫通なんで何を張っても意味ない、うん、友情で 41% ガードしても意味ないんで、これはやべえわ。敵が赤属性の場合でもほぼ無意味なんじゃないかなと思いますね。ガードダメゲン貫通で先バフなんで、もう先バフとガードダメゲン貫通の時点でもうほとんど属性は超越しとんねんな。んで固定ダメージと属性ダメージ、しかもこの属性ダメージが青属性なんですよ。敵がもし弱点の赤の場合、そこ属性ダメージが有利属性になってダメージ跳ね上がんねんな。だからそこうまいことバランス取れんねん、属性ダメージで。ほんで回復を持ってるんで、こいつは大手上げですわ、うん、これはもう両手上げるほかないですわな、はい、ほんでもって友情、邪魔すべて虹に変換、虹すべて吸収して HP 15000回復、吸収した数かける500、血統損得15000、敵全体の攻撃バフ数値の低い順に2個解除、敵全体2ターン 25% 攻撃ダウンというわけで、なんじゃこの性能は、この性能は何なんでしょうかね、これは何なんでしょうか、この性能はちょっとよくわからんの。二次全吸収か、15000、吸収した数かける15000でしょ。盤面にはプチが39個あるんですよ、まあ、約40個、40×15 ってなんぼや、60万か。まあそれの60万の1個少ないんで58万5000か。盤面全部虹にして全部吸収したら58万5000回復できるんですよね。そんな盤面なるそんな盤面なるんですかね。ちょっとこれはどこで使ったらいいんやろな。必殺変化も持ってへんし、なるほど、なんかアホみたいな耐久パーティーとか作る際になんかちょっと面白そうな気がするし、なんかネタに全振りされてる気がするな。あんま最前線で使える友情技はしていない。ちょっとどういう意図でこの友情技が組まれたんか、ちょっとプランナーに聞きたいね。これは僕らユーザーがこの価値見出すん待ってるんかね、高みの見物で。これ探したいね。なんか磨けば光る性能しとるわ。なんか使い方ある気がするな、これは。ちょっと考えてみますわ。はい。
ほんで特性、友情技封印数2枠軽減、必殺目 30% アップ、生成延長無効、自身の行動前でランダムで4個虹に変換、ターン開始敵に赤がいるときにダメ減2000、決闘損得20万、4、5ターン目開始時レジゲージ 20% アップ、決闘損得 35%、レジェンド発動したターン自身の攻撃 20% アップ、必殺除く最上段横一列虹に変換というわけで、なるほど。まあ、さっきのクザンと比べたらちょっとなんかキュッとなってんねんけど、ただ凝縮されとんな。まあ、バフもついてるし、ちゃんとダブル耐性やし、あと毎ターン二次変換、毎ターン二次変換強えな。うん、イベントで使う際このゾロで、あれ、まあ、必殺は容易に埋めるんじゃないかな。生成数軽減持ってへんので、そこをうまいことカバーできてるんじゃないかなと思いますね。はい。で、弱点、あれ、ダメ減。ちゃんとダメ減っていうね、ガードじゃなくて、ガイ先生意識されてるムーブですし、あと、レジェアップ持ってる。4枠目レジェンドアップってね、かなりいいんですよね。3枠目で割っても、ちょっと、レジェンドたまらずに次に行くみたいなムーブが多々あるんでね。まあ、僕の場合なんですけども、そこちょっと補ってくれるのは優秀やね。うん。んで、レジェンド召喚したら、一番上の横一列虹に変換。これ必殺除くなんで、邪魔は、いなしてくれるっていう優秀さもありますね。なるほど。やっぱ安定して決闘4枠目、こいつ、バカ強い。これやべえぞ。これ。ほとんどの人がおそらく、5.5 周年のために、ルビー、温存してると思うけども、そんな人でもこのゾロは引きに行くと思うな。僕もこのゾロは引いていいと思う。これめっちゃ強いわこいつ。これそうか、ガードダメ減貫通で先バフ持っててっていう、ちょっと頭おかしいんで、これは全ユーザー引きに行くんじゃないかなっていうぐらい強いな。僕も全然引きに行っていいと思うわ。これ強いですわ。はい。というわけで、まあ、正直今回のね、ワンピース大特集祭は、即席のイベントやったんでね、舐めてたんですけども、舐めてましたわ